はい、今回はですね、こっちですね、これ特別のあれだね、遠征シーンと行かない、豊洲に行かないとダメなやつですかね。まあ、今回ちょっと結束の証使ってますけどね、自分はこれだから手に入らないですね。はい。完璧な演奏者、ネプチューマンってことで、アビリティから見ると、これまた後で確認しますけど、まあ、ワールドツアーのネプチューマン行けるのかな、ひょっとして。うん、ちょっと、その辺ね、自分、だから1体持ってるといいんじゃないかなとは思いますね。一応今回はゼブラ連れてきてます。はい。まあだからあれやね、水サイコと一緒ですね。U字アタックは。はい、今回は完璧な演奏者ね、プチューマンですね。これは遠征バトルをやらないと手に入らない限定キャラっていうことでいいんですかね。まあだから、筋肉マンカーニバル2019に行った方しか手に入らないっていうことですね。はい。自分ちょっと無理でしたね。まあ、こういった限定超人って手に入れたことないんですけど、この場合ってあれでしたっけ？キズナマックスで手に入るんでしたっけ？その辺ちょっとわかんないんですけどね。なんか、リアルイベントの手に入った超人とか、たまに助っ人出てけど、キズナマックスだったんでね、そういうことかなとは勝手に思ってるんですけど、性能がね、火山耐性、蜘蛛の巣向こう、砂原則向こう、正義超人キラー中ということで、今回ちょっとね、正義超人キラー中の威力はちょっとお見せすることできなかったんですけれど、まあ、この性能だとあれだよね。っていうか、このアビリティの組み合わせであれば、ネプチューマンの挑戦状ですかね。ワールドツアーの連れて行けそうな感じはありますね。あそこって正義超人もちょいちょい出てたと思うんで、そういう意味では実際にね、そうやって、連れて行けるキャラクターなんで羨ましいかなとは思います。さっき言ったように、絆マックスということであれば HP も多分多いでしょうしね。で、まあスピードもなかなか7000ぐらい、まあまああって、攻撃力もまあまあってことです。ステータス悪くない、そんなに悪くないですよね。うん。なのでね、で友情アタックがね、これマグネットパワーって、要は、ちょっと古くなりましたけど、ガチャゲンのね、水のサイコと一緒で、で攻撃力実はね、こっち1507なんだけどね、一緒なんですよね、水のサイコと。ちょっと見てみると、これですね。ちょっと古くなったんですけどね。このサイコマンと一緒なんですけど、これも1507っていうことで、まあ、これ自体結構ね、うん、友情は評価は高かったと思うんでね。これと同じ性能で、しかも、これと、なんだったキラー持ってたっけ？あ、キラー持って、こっちのがまあ、属性キラー持ってるんだけど、一応、正義超人キラー中持ってるってことでね。うん、なかなかいいんじゃないですかね。で、戻ってきましたけれども、で、必殺技もね、結構巻き込める感じかな。威力はまあ、キラーが効けばね、もっと上がると思うんですけどね、配布でもらえるキャラとしては、まあ、無料でもらえるキャラとしてはね、なかなかいいんじゃないかなと思いますね。無料っていうか、人によっては結構な出費になると思いますけど、正直な話。うん。カーニバル。まあ、このネプチューマンだけが目的ではないと思うんだけどね。そのカーニバル行かれる方は。うん。人によってはかなりの出費ですよね。うん。まあ、自分もね、いつかはね、今んとこね、こういったイベント系、遠征バトル手に入るね、超人は一体も持ってないんでね、いつかは手に入れたいとは思うんですけど、なかなかちょっと都合つかなくてね、チューブでやってくれればチャンスは出てくるんですけどね。うん。チューブの、うん、そうだね。
日にち、曜日にもよるんだけど、いつかは1体はゲットしたいなとは思ってます。3月のリアルイベントとかでもね、なかなか東京だと厳しいんだよね。そういうこともあって。だから遠征バトルってあれだよね。遠征バトルであれば別に何、一箇所だけじゃなくて、ね、モンストみたいに数箇所でやってもいいんじゃないかなみたいなのは感じるんですけどね。そうすればね、ちょっと出向いてね、取ってくるんですけれども、なかなか難しいんですかね。まあ、イベントに来てほしいってのがあるんでね、そういうことなのかなとは思うんだけど、まあそういうことで、ちょっと遠征バトルはちょっとね、数箇所、要は全国ね、なんていうのか、中部にもね、遠征バトルのね、ところ作ってほしいかなとは思いますね。ということで今回はね、ネプチューマンのね、紹介をさせていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。はい、おまけのコーナーですね。まあ、今回ネプチューンマンってことでね、まあね、今回なんていうのかな、タイミングよくマンモスマンと立て続けに紹介するんですけれども、ちなみにマッスルショットだと、これ皆さん言われてるけど、いまいち地味だよね。決して最近の例えばお面とかは結構使える部類には、入るんですけどね。自分持ってないんでね。で、手持ちのね、ネプチューマンでやっぱね、この中で一番使ってるのは圧倒的にこいつですね。絆覚醒した頃は結構評価高かったんじゃないかなとは思うんですけど、それでも地味だね。やっぱフェスゲンも出てないっていうことでいいんですかね。そうだね。何かとね、イベントとかには使われてるんですけどね。例えば、その仮面ハギのイベントではこいつ、ネプチューマンが手に入りますし、あとアパレルコラボ、記憶が正しければアパレルコラボ初のキャラの一つだったんじゃないかな。当時初めて出てきたのはこのネプチューマンとウォッチマンと、あと星5のウルフマンだった気がするんですけどね。ちょっと間違えたらごめんなさい。っていうところで、ところどころでは使われてんだけど、強さという点では少し、そうだね。ちょっと弱いとまでは言わないけど、ネプチューマンの本来の実力からするとちょっと地味な感じはしますね。で、まぁ、ちょっと今回、紹介簡単にさせてもらうんですけど、まぁ、超人強度が2800万パワーってことですね。で、出身地はイギリスです。はい。で、年齢これね、当初初代の頃の設定が26歳。っていうことなんですけど、26歳。まあ、見えないこともないか。自分、子供の頃見たとき、40歳ぐらいに見えたんですけどね。ただね、要は2世でも完璧じゃない。究極の超人タッグ編で登場してるんですけど、その時が54歳っていう設定らしいんですよ。そうすると、逆算すると、その、初代で登場していた頃の、初登場の頃の、年齢がなんか二十歳になるらしいですね。その辺はやっぱガバガバの設定なんですかね。これちょっと調べました。ウィキで調べるとそんな感じらしいですね。まあそんなちょっとガバガバな設定のネプチューマンなんですけど、なんといってもね、究極の超人タッグ編で思いっきり株を下げたっていう印象があるんですよね。これはなんか自分も思ってたんだけど、やっぱり調べてみたら他の方も結構そう思ってる方がいらっしゃってね。なんか老害マンとかそんな、ひどい呼ばれ方をされてたらしいんですけど、で、マンモスマンの時にもね、紹介したんですけど、やっぱインタビューについてネプチューンマンにも触れていたみたいで、で、当初は、最初はね、そのやっぱ、老いと、あと病気にね、ちょっとね、焦り始めたネプチューンマンを、ちょっと、その焦ってるね、描写を描こうとしたんだけど、それがこじれにこじれて、結果としてその究極の超人タッグ編全体の低迷につながったみたいなこと言ってたんで、まあ、いわゆる戦犯扱いですよね。確かにね、なんか出た当時はすごいね、お、やっとネプチューマン来たかと思って嬉しかったんだけどね、若い超人たちのね、顔の皮をね、ハグはね、まあ、とんでもないことをしでかしてね、結果として、カオスのね、ちょっと、まあ、カオスはね、あれ、どちらにしろやっぱり死ぬ運命だったらしいんですけど、それでもちょっと寿命をね、縮めてしまって、決勝戦に出れなくなってしまった要因にもなってるんでね、そういう点を含めると、まあ、ちょっと、
嫌われても仕方ないかなっていうのはあるんですよね。その点だからオリジン編では少しいい役を与えられて男気を上げてる感じなんですけどね。まあ捕らえられてはいたんですけど、他のパークド超人、あれは多分ラージナンバーズたちに捕らえられたのかな、多分。ただまあスグルがね、ネメシス戦に向けてちょっと逃げ腰になってるのをちゃんとねリングに立ち向かわせるようにしたっていう重要な役割を担ってたんでね、戦わなかったんですけどね、オリジン編は。だからその点新シリーズは多分戦うんじゃないかなと思いますね。どういう登場の仕方するかわかんないんですけど、ひょっとしたら前回マンモスマンが出てくるってバッファローマンと手を組むかもみたいなこと言ってたんだけど、ある意味このネプチューンマンと組むのもありかもしれないですね。究極の超人宅編で株を落としまくった2人が今度はね、ちょっと綺麗なね、ヘルエクスパンションズを結成して、ちょっと、サタン側の超人と戦ってほしいっていうのもありますね。それでやっとその究極の超人宅編のね、汚名を返上できるんじゃないかなとは思うんでね、そういった展開もちょっと期待したいところではあります。ということで今回はこの辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。